お世話になります。一人でございます。今回ですね、ヨーギラス、みんな大好きですよね、をゲットしていきたいと思います。まあ、こいつはね、将来600族になるので、まあ、みんな欲しいですよね。本当はみんなボーワンダーの方が良かったのかな。まあ、ちょっとそこもわかんないですけど、まあ、やっていきたいと思います。で、まず一番初めに注意したいのは、ヨーギラスはブリリアントダイヤモンドしか出ないとのことですので、そこは必ずチェックしといてください。まず場所はですね、まあ、絶対ここじゃないといけないっていうわけじゃないですけど、ノモセシティに来た方がいいと思います。まあ、ここはね、どこでもいいですよ。別に探検セットを使って、一人で遊ぶ。まあ、一人で遊ぶじゃなくてもいいんだけど、それで行きますと。で、そしたらば、こっちの、すぐ近くですね、に、入るところありますので、入ってきます。で、そこはどういうとこかっていうと、岩石の空洞っていうところですね。ここで出るらしくて、でですね、全国図鑑になってないといけないということなので、図鑑見ていただいて、151ですかね。見つけた数。それより多くないと、ダメですので、必ずそこはクリアしておきましょう。ということで、ここで出るので探していきますよ。多分珍しいのかな。そんな気がしますけどね。600族。あ、バグだった。やべえ、地割れやってきやがった。逃げよう。いないね。で、出てこなかったら、一回外に出て、はい、それでまた入りますと。そうすると、ポケモン変わると思いますので、それでまた探していきましょう。ドンベルに退化してるね。あ、いましたね。サナギラス、いますので、まあ、ヨーギラスじゃないですけど、まあ、ほぼ、ヨーギラスということで、はい、ゲットしていきましょう。頼むよ。一発で来てよ。こいつ、金銀版で育ててる時とか、サナギラスの時一番嫌っすよね。それあるあるっすよね、めちゃめちゃ。ヨーギラスの時はまだいい。ワクワク感があって。ただ、サナギラスになってから、意外とレベル、結構上げないといけないし、すげえなんか、長い上に見た目も良くないから、この状態だと。すげえ辛いっすよね。まあ一応、ヨーギラスもね、見つけますよ。で、ヨーギラス、出てきましたね。いました、いました。ちょっと邪魔しないで。オッケー。行くぜ。やっぱ、ヨーギラスめっちゃいいポケモンだよな。マジでいいよな。おい、やっぱクイックボール一番便利だ。クイックボールが最強だよ、結局。で、強さ見ていきましょう。岩地面タイプの62レベル。控えめな性格。ダメっすね、これは。多分。私はわかんない。控えめっていい、比較的いい性格だけど、ヨーギラスっていうか、バンギラスの場合はダメだよね、多分。ダメ押し暴れる砂嵐破壊光線強えな。やっぱ62なだけあって。てか、レベルがね、こういうレベルっていいですよね。なんかロマンがあるというか。ということで、今回はヨーギラスね、ゲットさせていただきました。サナギラスも出ますので、まあ、お好きな方を捕まえください。めっちゃレベル高いので、注意はした方がいいかもわかんないです。じゃあね！パッパカポー。